乗ってるから、はい、押してく、押してきて、はい、電動も通しますよ、はいよ、はい、回る、回らなくていいんじゃない、回らない回らない、回さないよ、OK、はい、このまま滑らすね、はいはい、もっと起こして、うん、OK、こっちはスペシャルでいいぐらい、1本こっちで取るわ、今日で引っ越して5日が経ちました。ちょこちょこね片付けてはいってるんですけど、まだ完璧には片付いてません。で、今日はこれから免許の住所の変更と、あとそのままちょっと事務所に行って仕事をしに行くんですけど、その前にちょっとキッチンの方をね整理してから家を出たいと思います。で、娘は新しい保育園が決まって、それが今ね6月末なんですけど、7月から新しい保育園に行くんだけど、だから今週はね1週間娘と家で過ごす予定だったんだけど、今月いっぱいまでその通ってた保育園が、まあ、在籍っていうことで預かってくれるっていうので、今日朝から電車で行ってきました、預けてきました。ちょっと毎日行くのは遠いから大変なんで、ちょっと今日だけいろいろとやることたまってるから電車で保育園連れて行って、で帰りはちょっと頑張ってチャリで迎えに行こうかなって思ってます。なので、まあ、娘がいない分ちょっといろんなことできるんですけど、時間もないのでキッチンだけ整理していきたいと思います。今日で引っ越してから1週間ちょっと経ったんですけど、段ボールとかも結構片付いてきたんで、ルームツアーをしたいなと思います。プチルームツアー。ありがたいことにインスタで、ね、ちょこちょこ家の様子上げてたら、ルームツアーしてくださいって、ありがとうございますって感じでしていきたいと思います。私の Vlog では多分しょっちゅう出てくるキッチンです。ここはキッチンです。今回ちょっと内見せずに決めちゃったんですけど、まあ写真を見る限りキッチンがすっごい広かったんで、前の家よりはもうここしかないって思っちゃったぐらいキッチンが気に入りました。で、結構夫と一緒に料理したりもするんで、広ければ広いほどねいいじゃないですか。なので、このキッチンをまず紹介します。こんな感じで、ここにコンロがあって、ここね、キッチン窓あるんですよね。だから結構日当たりが、まあ良くはないんだけど、ちょっと暗いけど、なんか日を浴びながらお料理できるのはすごいいいなと思いました。ここ前の冷蔵庫、前の家に使ってた冷蔵庫持ってきて、でこっち行くと後ろにもねちょっとした台があるので、ここに、まあ、お酒だったりパスタだったりよく使うんで、もろもろ置いてます。フルーツとかで、これずっと使ってなかったコーヒーメーカーをついに表に出してちゃんと使おうと思います。で、次こっちがね、電子レンジも新調して、前の電子レンジがあんまりデザイン性なかったんで、ちょっとお安いやつなんですけど、ツインバーグで買いました。鏡になってて、やっほー、キ
機能はねそんなに良くないっていうか普通です。でこっち下にも前使ってた炊飯器だったりオーブントースターとかホットサンドメーカーが置いてあります。でここね食器とかが一応入ってるんですけど、なかなかね収納がちょっと分かんなくて、とりあえずで入れてる感じです。お皿の収納をうまくできる方はどうしたらいいんだろう、どうやったらうまく収納できるか教えてください。でこんな感じでちょっと洗い物があるんだけど、ちょっと生ゴミもあるんだけど、前の家がディスポーザーあったんで生ゴミ出なかったんですよね。でも今回はないのでちょっとこういう感じで生ゴミが、ね、すぐには出せない状態。ここもちょっとまだごちゃごちゃしてるんですけど、どんどん片していこうかなって思います。キッチンの下もこんな感じでなんとか収納して収まりました。前のお家よりはね、ここの下は収納が結構あっていろいろね入りましたね。次回からこのキッチンで料理シーンをお届けしたいと思います。はい、ここがリビングです。前より広くなったかな。ソファーはそのままね、前使ってたのを持ってきて、でここにイロハンがいます。はい、でテレビもね新しく大きいの買ったのでリビング用に配置しました。水槽はリビングの端っこ、キッチンの横に置いてあります。今回またね水槽を変えて、夫が固形アートみたいなのに興味を持ち始めたので、中が固形でアートされてるそのままだね感じの水槽に変わりました。で、すごいのがなんか専用のアプリがあって照明を設定できるんですよ。エビ用、魚用、魚用これだけど俺はグリーンが好き。この魚がグリーンが入るんだ、すごいね。で、時間設定できて1日8時間がいいらしいんですね、水槽にとってもお魚にとっても。なのでうちは朝の2時間と夜の6時間かなで照明つくように設定してます。ここがダイニングです。ちょっとね日当たりが悪くて暗いんだけど、こういう感じで電球も新しく買ってここでご飯食べてます。はい、でここが寝室です。前は3つ並べてたんですけど、ベッドを今回はね娘のだけこっち側に置かせていただきました。でここがウォークインクローゼットで、ここには私と娘のお洋服が基本あって、で前ね旦那さんが使ってたこのパンツがけは私がいただきました。全然使ってくれないからちゃんと綺麗に私が使うことになりました。ここが玄関です。一軒家じゃないんだけど1階だからこんな感じになってます。シューズインクローゼットもこんな感じで広くて前より使いやすくなりました。まだね余裕がありますね。はい、もう一つお部屋がありました。ここは作業部屋になってるんですけど、最近家で作業することが多くなって、前の家ではダイニングテーブルで作業してたんですよね。ただやっぱりなんか椅子も椅子だし結構しんどいものがあって、引っ越したら絶対マイデスク置こうと思って買いました。これはアマゾンので白と木目があって迷ったんだけど木目にしました。でこれ昇降デスクになってるので、長時間座って疲れた時はね高くしてこうスタンディングでも使えるようになってるんで楽しみです。このチェア、このチェアもアマゾンで何色か展開していて、私はグレーにしました。存在感があって包まれてる感じで疲れにくいんじゃないかなと思います。でね、オットマンもついてるんですよね。なのでまあ使うことあるか分かんないけど、足こうやって伸ばすこともできる。とデスクの隣にはロハンのお部屋があります。結構今はいないんだけど私が作業してるとここに来るので、一緒にねここで時間を過ごしてます。で反対側こういう感じで書類がちょっとね今汚いですけど乱雑に置いてあって、でちょっとアロマも置いたりしてみてるんですけど汚い、まだ全然汚い。
あとバックペーパーがあったりとか、あとここにはとりあえずで娘のおもちゃが置いてあります。でこっち後ろ行くと、ここはクローゼットになってるんですけど、主に夫のものが入ってますね。でこの隣が、ここもとりあえずで鏡とハンガーラックが置いてあります。ここはね、またちょこちょこ変えていこうと思うんですけど、こんな感じですね。でこのデスクの真ん中にもシーンで買ったカレンダーだったりとか、これもシーンのロハンに似てて買ったんだけど、私ブルーライトメガネかけるので、まあ、それを一時的に置く用のメガネスタンドです。こっちはこっちで鼻がさ、狐みたいなんだよ。